武田塾に入会金無料で1ヶ月通える夏だけ武田、今年もスタートしました。なんと今年は新コースと全国どこからでもお茶の水本校の講師に質問できる新サービスが登場します。詳細は概要欄から。武田塾教長の中森です。武田塾教本部英語科課長の小田です。この動画をご覧の皆さん、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。はい、ということで今回森田先生、これまたちょっと英語苦手な人が質問来てるんですけど、はいはい、英語が苦手な人でも入れる難関大学ってどっかありますかっていう。ああ、なるほど、はい、逃げたがりますね。武田塾チャンネル。文系で英語苦手っていうと割と致命傷ですからね、はい、まず言えることとしては、どの程度まで英語ができるかにもよるんですけど、まあ共通テストだけでいけるところを探すっていうのも一つの手ですよね。なるほど、確かにそれはありですね、はい、共通テスト利用っていうところを調べてもらえれば、まあそれでね、早稲田受かれるとかって普通にあるわけですからね、文系学部でも。まあ国立だったら割合を配点ちゃんとチェックしておくっていうのが大事になりますね。二次で英語がないとか、もう、 こう共通テストがすごい割合が多いとかっていうのをチェックしておくっていうのがあると思います、はい、次第になると、まあ、やっぱり一番有名なのは KOSFC 数学で受けれる。確かに英語いらないですからね、受けようと思えば、はい、あとは中央の経済の統一入試は英語を選ばないで数学にするっていうこともできますからね、こういうふうに英語なしっていうので選ぶ。はい、でも最近は4技能試験で英検とかで免除になるとかっていう手もありますよね。ありますね、はい、上智とかもそうですね、はい、キープで免除とかいろいろあるんで、その辺のことを利用するっていうのもあります、はい、でもまあそうやって言うとですね、いやでも結局は英語を受けなきゃいけないんじゃんとか、結局英語の代わりに数学を受けなきゃいけないんじゃんっていうふうになるんですけど、はい、もうどうしても嫌です、もう日本語だけ、もう英語なんて嫌ですっていう人は、法政の文学部の日本文学科 T 日程国語小論のみ。なるほどっていう、もう国語だけでね、数学もいらない英語もいらない、ここが有名ですね。なるほど、僕割と大学入ったら英語って使うイメージが結構あるんですけど、完全に英語やらないで大学入って大丈夫なんですかね。損すると思いますよ、普通必修ですからね、はい、やっといた方が絶対いいと思いますよ。まあでも苦手とはいえ、やっぱりいわゆる武田でいう日大レベルとか、はい、共通テストレベルはできるようにしておけば、ね、選択肢は全部違うって感じですよね。そうだと思います、本当全然違うと思うので、文系であっても、ね、英語嫌いって人も確かに多いんですけど、はい、やっておいた方がいいかなと思いますね。であとはまあ配点のね、やつをちゃんとチェックしておいてください、割合ですね、はい、まあ、山見先生とかもね、英語は苦手だから、はい、そういう割合が少ないところを選んで、はい、受かったとかっていうのもありますしね、まあ、理系の人とかだったら、いわゆる早稲田理工とかだったら、はい、もう差つかないからっていうね、誰もできないから難しすぎるからみたいなですね、はい、そういうのはまあ医学部とかでもあると思いますよね、英語が逆にもう難しすぎちゃってそこまで差がつかないものをやって理系科目でっていうのはあると思いますね。例えばマーチ目指してる人でよく逆転起きてるのって、まあ中央かなっていうイメージなんですよね、長文が少ないからっていう、分野別対策、知識でいけるからっていうのがあったりはしたりしますから、大門の構成とかもできないところがどこなのかで考えてみてもいいかなと思いますよね、そうですね、はい、それはありだと思いますね、はい、ということで一応選択肢としては共通テスト利用とか、まあ、4技の利用とか、あと最終手段としてまあ法政の、そうですね、国語文学日本文学の T 日程があるよと、はいはい、別にその英語ができないからといって他の科目ができるのかっていったらそうでもなかったりすると、結局全部できないだけじゃんって話になっちゃいますからね。その通りですね、はい、特化してできるなら別に手としてはありだけど、特化できないのであればバランスよくやった方がいいよっていう感じですよね。結局は何かね、やらなきゃいけなくなりますからね、その慶応でもその法政でも小論文やんなきゃいけなくなっちゃいますからね、はい、そうですね、あとまあ大学入ってからもね、あの英語は普通に使うとは思うんで、はい、いくら苦手だとは言っても最低限できなきゃいけないレベルがあるかなとは思うので、そこはちゃんと、ね、気をつけてやっていきましょう。そうですね、本当そうだと思います。はい、今回は以上です。武田塾公式アプリ Zoom 武田の Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法が分かります。詳細は概要欄から。